それにしても俺マジで終わったと思ったわ。ああ、俺もだ。それほどまでに破壊的な危機がすぐ眼前にまで迫っていた。やだ、思い出したらちょっと手が震えてる。アン殿、鴨志田やマダラメのパレスでもヤバいって思うことはあったんだけどさ。ああ、その度にあの手この手で切り抜けてきたけどよ。改めて思い知らされるな。俺たちのしていることは命の危険と隣り合わせなのだと。なぜ戻ってこれたんだろうか。それな、助かったけどマジで意味不明だぜ。ひょっとしてルリアちゃんたちはまだあそこで危険な目に遭ってるんじゃ。今は何も確かなことはわからない。でも我が輩たちにできることは何なのか、みんなで考えるべきだと思う。賛成だ。だな。うだうだ言って怖がってるよりその方がずっとマシだぜ。だね。よし、作戦会議を続けよう。